島道信和弘親方です。元関脇立風押尾川明親方です。生きる関は平成25年から5年間で10回の対戦がありました。稽古もよくしました。土俵を離れると気の合う先輩の一人です。元関脇立風押尾川明親方です。71代横綱鶴竜一門の横綱です。まだお見えになってないですか。ちょっと私では続いて69代横綱白鵬朝日賞
君が真っ黒だって73代の横綱第一人者横綱としての貫禄を示しました。73代横綱照ノ富士です。新大関霧馬山改め霧島哲夫関です。挨拶のありかもしれません。少々お待ちいただきます。それでは新大関は後ほどお披露目いたします。小結正代名古屋関一番の現役力士を発表してお願いします。正代関が入学した頃から11回の対戦が飾られました。正代関は今一度大関に向かって羽ばたいてくれるはずです。続いて幕内高安昭和関です。平成17年春初土俵の同期生の一人です。年は勢い関が3つ上ですが、目標とするライバルの一人でした。
それでは勢い咲きのお父さんです、戸口重俊さん。歌の名力士に育て上げました。精一杯頑張った自慢の息子が力士人生に幕を下ろします。小学生の頃に先代の師匠と初めて顔を合わせました。で、18歳になって師匠のもとに入門しました。平成23年9月の先代の定年退職にちょうど勢い関の関取昇進が花を添えました。すべて先代師匠のおかげです。寿司店を経営したりしていたため、忙しい時にはおじいちゃんおばあちゃんにも大事に見守ってもらったそうです。特におばあちゃんの作ってくれるうどんが大好きでした。肩の第三中学を卒業後、両親の寿司店の手伝いをしたりアルバイトをしたりする中、おばあちゃん久美子さんが亡くなったことで大相撲の世界に入ることを決意いたしました。平成17年3月初土俵、先代伊勢の海親方から勢いという四股名をもらい、1年後には幕下昇進、順風満帆な出世でしたが、幕下で少々時間がかかりました。それでも先代師匠の最後の場所、平成23年秋場所に関取に昇進、いきなりの十両優勝、2場所で十両を通過、文字通り勢いに乗り始めました。平成26年九州で新三役、小結に昇進、平成28年には横綱、鶴竜、白鵬、稀勢の里も破る金星を手にしました。しかし、激しい戦いの代償に肩やすね、肘、腕、足首など怪我も増えていきます。それでも令和元年の九州場所で初土俵以来1日も休まず1000回の出場を果たしました。ところが、そこから1年余り経った一昨年初場所、足の状態が悪い中、ついに左手親指の脱臼骨折で千秋楽の休場を余儀なくされます。初土俵以来の連続出場が1090回で途切れてしまいました。幕下陥落も決定的となってしまいます。場所も左手親指の手術はしましたが、ついに満身創痍の中、一昨年令和3年6月21日に引退届を提出、16年余りの土俵生活に別れを告げ、年寄春日山を襲名しました。正攻法の耳四つの形、投げの強さ、懐の深さ、そして何よりも相撲人口はもとより歌のうまさ、力士が歌うイベントや番組ではまさに大横綱でした。それでは、友田さんです。師匠、元
勢の海隼人親方です。そしてこれからも師匠にはお世話になります。親方としての務めを一つ一つ教えていただきます。勢い関の魅力は土俵を離れた時の周りの人たちへの気遣いや心配り、そして何よりも一途な取り口、ごまかしのない土俵態度、そのすべてを私たちは忘れることはありません。ありがとう勢い関。今大銀杏に別れを告げます。
今回、マイクを